四代目、小野松介は、明治、大正に名脇役として活躍した歌舞伎役者。屋号は、音羽屋。縄文は伊垣若松。拝名に、梅が。本名は、栗原梅五郎。大阪生まれ、芝居小屋の子。二歳で父と共に、江戸に下り、河江元年松本金賞の門人となり、松本京助を名乗る。同年松本召喚士の名で、江戸川原崎座で、 初舞台。死の死後、八代目、市村柿津の門人となり、坂東立花五郎と改名。明治元年、死の柿津が五代目、小野江菊五郎を襲名したのに伴い小野梅五郎と、改名。明治十五年、新富座の、洋一曽がかり場明けぼのの梶原景時で四代目、小野松助を襲名した。以後は、死の五代目菊五郎、その子の六代目菊五郎と舞台を共にし、 脇役として評価を上げて、名人、松助と呼ばれた。晩年は、歌舞伎座や帝国劇場を務める傍ら、長老格として熱心に指導し、後輩たちから、ちゃんのあだ名で敬愛されていた。最大の当たり役は、よ話なし上吹きな横串の川堀安で、十五代目、市村うざいもんのよ三郎六代目、小野枝以降の乙女と並んで務めた、現時点の場は、 近代歌舞伎の名舞台と称えられ、松助の川堀り康は、あまりの評判のためにわざわざブロマイドが、販売されたほどであった。他には、奏本中心蔵、四段目の尾の旧太夫、平らかな清水器の剣士郎、雪舟合宝辻、合宝暗室の合宝、吉爪千本桜、寿司屋の野材門、呪蘇が対面の器用などの時代物も良かったが、やはり松助の本領は、 世話者にあった。中心蔵、六段目の藩人、玄禄、梅雨こそで昔八条の家主長兵衛、もう長屋梅香が飛びの雷五郎継ぎ、おさすりおけん、東海道四谷屋階段の卓越、天衣風上の初花の竹賀などが当たり役で、今日に伝わる方を残している。ありがとうございます。